今回ご紹介いたしますのは、ラブーン初のオリジナル製品となります。ラブーンオリジナル企画の広報特化型ナイトビジョンデジタルミラー、アキーヨの AKY-NVX。こちらのご紹介を本日はしていきたいと思います。ラブーンのセレクトショップの方では、アキーヨの AKY-NV360 という製品リリースさせていただいておるんですけれども、こちらの製品は360度カメラにフロントナイトビジョン、リアに通常カメラ。まあ、これが基本的な設定なんですけれども、まあ、ラブーンのオリジナル製品ということで、後方にナイトビジョンカメラが設置できるタイプの製品ということでリリースさせていただいております。で、さらに、もう一機ナイトビジョンカメラを購入いただきますと、フルナイトビジョンとして使用することができる製品となっております。ただ、価格としては10万円前後するということになっておりまして、非常に高価であるということから、なかなか手が届かないという方もいらっしゃったんじゃないかと思います。で、今回こちらの製品に関しては、そういったオプションとか一切なく、広報に特化した製品ということになっておりまして、価格も 47,500円、税込みということになっておるんですけれども、非常に買いやすい製品となっているかと思いますので、ぜひ広報ナイトビジョンデジタルミラードライブレコーダー、映像にこだわりたいという方は一度ご覧になっていただけますと幸いです。ラブーン初のオリジナル製品ということで、通常製品との違いをご紹介をしていこうと思うんですが、その前にこの製品、通常のナイトビジョンデジタルミラーよりも長けている点というのがありますのでご紹介しておきます。それは何かと言いますと、デジタルミラーと同じように使えるナイトビジョンデジタルミラーということになっております。どういうことかと言いますと、これ今オンダッシュで設置しているんですけれども、これ付属の台座なんですが、これついております。で、このように使っていただくっていうのが一番使いやすい使い方ではあるんですけれども、デジタルミラーとして使いたいというニーズもあったりします。まあ、そういった場合、ここにフックがついているんですけれども、これゴムバンドを使ってルームミラーに被せて使うということもできるようになっている製品となっております。で、また前後にカメラがついておりますので、通常のドライブレコーダーとして使うということもできる製品となっております。競合のナイトビジョンデジタルミラーと少し異なる点になっておりまして、非常に使いやすい製品となっているという点になっております。で、前置きが少し長くなってしまったんですが、通常の NVX と違う点どこにあるのかということをご紹介をしていくんですけれども、設定画面のところになるんですが、このリアカメラという項目なんですが、こちらがフロントカメラの製造競争、こちらがリアカメラの製造競争ということになっておりまして、従来の NVX はこの競争設定というのができませんでした。すなわちナイトビジョンカメラ側は競争設定というのができませんでした。それを今回追加したことによって、後方でもナイトビジョンカメラが使える仕様にしているという点が最も大きな変化点となっております。これによってできることが増えておりますので、そちらも合わせてご紹介をしていきたいと思います。で、こちら今切り替わったんですけれども、まず一つ目なんですが、こちらです。今リバースに切り替えたんですけれども、リバース連動機能が使えるようになっているという点になります。で、また戻します。で、戻しますとナイトビジョンカメラの映像が映し出されているということになっておりまして、従来の NVX になりますとこの機能が使えません。リバース連動機能を使ってしまいますとカメラ自体がショートしてしまうということがあります。ですが、この今回のこの NVX に関してはそういうことというのが一切なく、リバース連動機能というのも普通に使えてしまうという点がまず1点目になります。もう1点目は何かと言いますと、今ここ赤く光ってるんですけれども、 BSD 機能も使えるようになっております。で、 BSD 機能に関しましては、今これフリックしているんですけれども、こちらが通常カメラ、すなわちリアカメラということになっておるんですけれども、
この BSD というところ、ここを押していただきますと、このような形で構成画面が出てくるんですけど、ここで合わせることによって BSD が使えるようになります。で、今回、この NVX に関しましては、ナイトビジョンと元々あった通常カメラ、まあリアカメラになるわけなんですけれども、両方とも後ろに設置するのが基本的な使用方法ということで、まあご案内させていただいておるんですけれども、まあそれによってリバース連動と BSD 機能、そしてナイトビジョンというこの3つの機能が使えるようになったというのが、この今回のラブンオリジナル製品の NVX の広報特化型デジタルミラーの大きな特徴となっております。今回のこの製品は前述した通りで広報2カメラを基本とした使用方法を推奨させていただいておるんですけれども、もちろん通常カメラを前に持っていって前後2カメラとして使用していただくこともできるようにはなっております。ただし、この BSD 機能とバック連動機能というのが、まあ、使えなくなってしまうということがございますので、まあ、そこはご注意いただければと思います。はい。ってことで、今回なんですけれども、ラブン初のオリジナル製品となります、アキーヨの AKY ハイコン NVX、広報特化型ナイトビジョンデジタルミラー、こちらのご紹介をさせていただきました。でラブンのセレクトショップの方では、こういった映像にこだわった製品ご紹介をさせていただいております。で、この製品以外にも LMR001 という製品、こちらはマックスインブランドでも出させていただいておるんですけれども、オムニビジョンセンサーを使った LVDS 方式、そして高フレームレートの 50fps というこの3拍子揃った高画質デジタルミラーということで、今使える技術をすべてまとめて高画質にしているというのがこの LMR001 という製品になっておるんですけれども、今回はこのアキーヨの製品ということで、こちらはアナログ転送方式ということではあるんですけれども、ナイトビジョンカメラを後方に持っていくことによって、このデジタルミラー上の映像をより一層鮮明に昼夜問わず綺麗に映像を映し出せるデジタルミラーということで、今回ラブン初オリジナル製品として NVX を皆様にご提案をさせていただいているといった状況となっております。こちらの製品の詳細はラブンセレクトショップということで概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思います。それでは皆様のお問い合わせをお待ちしております。失礼をいたします。